こんばんは、平井博明です。今回はですね、腰の切り方について解説していきたいと思います。よく練習場とかでも聞くんですが、腰を切れとかですね、腰を回せとかっていう風に教えてる、そのレッスンとかを見るんですけども、具体的にどういう風にどういうスピードで腰を切ったらいいかっていうのが分かってる方って少ないと思うんです。なので、その腰の切り方について解説していきたいと思います。平井博明のワンラップゴルフ。腰の切り方についてポイントを一つ一つ解説していきたいと思います。まず腰を切るタイミングなんですが、トップを作って、そこから同時にクラブが降りると同時に切り返すのか、クラブが先に降りて途中から腰を切るのか、トップを作って腰から切るのか、多分この3パターンが一番多いと思うんです。それはご自身のタイミングですね、切りやすいタイミングで切っていただいた方がいいんですけども、ちょっとやっていただきたいことありまして、クラブをこういうふうに持っていただいて、腰を切れって言った時にどうなるかって言ったら、こうやって動くんですよ。腰だけこうやって勝手に動くんです。で、それはどういう意識で切ってる方がなるかって言ったら、ここですね、ここを意識してこうやって切ってる人は、クラブがここに動かなくても腰だけ切れちゃうんですよ。なので逆を言えば、クラブが腰を切るだけで振り遅れます。なので、その振り遅れる動作で腰を切りすぎてボールが右に飛んでってしまうことが非常に多いです。なので、腰を切るというよりは、溝落ちより上のパーツ、肩付近を回してあげると、今勝手にクラブがこうやって動きましたね。そうすると振り遅れる率が格段に下がります。今回の動画、腰を切れと言いましたが、最初に肩を回せっていう動画に切り替えましょうかね、今から。なので、腰をダウンスイングでこうやって切るよりは、胸あたりをグッと回すとクラブが一緒に動きますので、体の回転とクラブを同調させたい方は腰を切らないでください。肩を回してあげればクラブは勝手に動きますので、腰だけ切りますよ。したらクラブって置きっぱなしになっちゃうんです。そこがドライバー苦手、スライスが出てしまうっていう方にとってすごく参考になる腰を切るポイントとなりますので、ちょっとその辺はですね、練習場とかで気をつけて、腰を試しに切ってみるなり、肩を回して打ってみるなり、いろいろ試してですね、体の回転、クラブの動きを意識して練習していただけたらと思います。先ほど3つのパターンがどれがいいかっていうこともお話ししましたけども、結果的にはどれも良くないかもしれないですね。腰を切るというよりは、肩を回してあげる方がクラブと体が同調しますので、そちらの方の動き方の方がおすすめします。では今回の腰の切る動き方ではなくて、肩を回してくださいという動画に途中からチェンジした動画になります。最後までご視聴ありがとうございました。